友達の斉藤和真くんは就職活動中。毎晩遅くまでエントリーシートを書き、毎日のように企業訪問をしている。しかし斉藤くんの元に届くのは不採用のメールばかりだった。夕食は行きつけの小さな定食屋さんだ。店内はいつも混んでいる。斉藤くんは定食屋のおじさんとおばさんに会釈すると、慣れた手つきで片付いていないテーブルを自分で片付ける。水も用意して座って待っていると、隣のテーブルのお客がおばさんに向かって、水のおかわりが遅いと怒鳴っている。すると斉藤くんは隣のテーブルのそのお客にも水を注いでやるのだ。いただきますと言って定食を食べ始める斉藤くんに、さっきはありがとね、助かったよとおばさん、大したことじゃないと答える斉藤くんのスマホに着信が。それはまた不採用のメールだった。肩を落とす斉藤くん。定食屋のおじさんとおばさんは斉藤くんを励まし、頼んでいないコロッケを一つお皿に乗せてくれたのだった。斉藤くんの友達は次々に内定を決めていた。いくら面接を受けても内定が出ず、取り残された気分の斉藤くんは、俺なんてどこからも必要とされてないと落ち込んでいた。今日もまたいつもの定食屋で夕食をとる斉藤くん。俺のどこがダメなんだろうとおばさんに愚痴をこぼしてしまう。斉藤くんはダメじゃないよ、優しいし周りによく気がつくし、食べる前にいただきますってちゃんと言える人はなかなかいないよとおばさん。でも面接に通らないんだ。斉藤くんには良いところいっぱいあるよ。良いところがあっても気づいてもらえなきゃ意味ないと、その会話を聞いていた定食屋のおじさんが割り込んできた。斉藤くんはどんな会社を受けてるの？斉藤くんはおじさんに手帳を見せた。するとおじさんはこう言ったのだ。大きな会社や有名な会社ばっかりだね。良いところに気がついていないのは斉藤くんの方なんじゃないか。え？となる斉藤くん。おじさんは続けていった。うちみたいな小さいし有名でもない定食屋に斉藤くんはどうして毎日来てくれるの？斉藤くんはうちみたいな小さな無名のお店の良いところに気づいてくれたから通ってくれてるんだろ。マスターの言葉に斉藤くんの目から鱗が落ちた。そうか、良いところに気がついていなかったのは自分の方だったんだ。斉藤くんは今日もリクルートスーツを身にまとい、就職活動を続けている。でもその訪問先は以前のように大きなビルに入った有名企業ではない。小さくても無名でも斉藤くん自身がこの会社いいのではと自分で良いところを見つけた会社だ。斉藤くんに春がやってきて、定食屋のおじさんおばさんに笑顔で報告できる日はきっと近いに違いない。34年連れ添った妻が亡くなった。奥村が60歳の定年を迎える前に膵臓にがんが見つかったのだ。奥村たちには子供はいなかった。そしていつも仕事で忙しく家を空けることも多かった奥村は、退職したら妻と一緒に日本各地を回ってみようと考えていた矢先のことだった。病魔に侵された妻は
みるみる痩せていった。奥村は必死に看病したが、癌は全身に転移し、妻は帰らぬ人になったのだ。そして今日、妻の葬儀だった。妻は自分といて本当に幸せだったのだろうか。忙しさにかまけて全く妻をかまってやれなかった奥村は後悔していた。もっといろんなところへ連れて行ってやればよかった。いや、もっと妻と話す時間を作ればよかった。そんなことを考えながらも葬儀が終わり、妻の骨壺を抱えながら帰っていると、一軒の居酒屋が目に入った。そういえば数年前にできたこの居酒屋に妻は行きたがっていた。酒があまり飲めない奥村は、いつか行こうなと曖昧に返事をしていたままだったが、骨壺を持って入ることを奥村は躊躇したが、思い切って入ってみた。今更遅いかもしれないが、一人で家に帰るのも寂しいし、少しでも妻の希望を叶えてやりたかったからだ。いらっしゃい。出迎えてくれたひげ面の店主が仏頂面で挨拶をすると、奥村の格好をじろじろと見た。さすがにまずかったかと思い、カウンターでもダメかなと聞くと、お二人様だね、テーブル席空いてるよと指を指した。そしてわざわざ椅子を引き、骨壺を椅子の上に置いてくれた。しばらくすると、うちからのサービスだと妻の分のビールも置いてくれたのだ。どうしてこんなによくしてくれるんだい。初めて来た客になぜ親切にしてくれるのかと聞くと、店主は四十九日まではね、仏さんは天国に行かずお客さんにそばにいるんだよ。うちから見れば遺骨になっても立派なお客さんだからねと微笑んでくれた。葬儀の最中もあれこれ考えて泣けなかった奥村であったが、思わず涙が出てきた。そしてゆっくりしていってくれという天使の言葉に甘え、妻と最後の一杯を心ゆくまで楽しんでいった。普段人前で泣かないので、今日泣けてすごく良かったです。なんか自分とすごく重なる部分があって、自然と涙が出ちゃいました。なんか泣けて泣けて、なんかしょうがなかった。本当に私おばあちゃんのことを思い出しちゃって、もうそう聞いてたらもう自分に重ね合わさっちゃって、もう本当に涙止まらなかった。なんかこんなに泣いたの久しぶりです。ちょっと恥ずかしいぐらい泣きました。いや、もうこんなに泣くとは思わなかった、ねうん、なんか泣こんな泣けると思わなかった。なんか泣くことがこんなにスッキリすることだと思わなかったから。スッキリは今すごくしてる。なんかめっちゃストレス発散っていう感じで、うん、めっちゃ良かったです。はい、はい、めっちゃ良かった。良かったです。いや、あの僕本当は普段こんな涙流そうではないんですけども、やっぱり今日のこの類活の朗読を聞いて、今度なんだろう、その自然にこう溢れてくるものがあって、すごい良かったと思います。